マリア・バルベルデ・ロドリゲスは、スペインの女優。スペイン・マドリードのカラバンチェルクの出身。母親は彫刻家、父親は画家。10歳で演劇を始め、14歳で故郷の学校で演技を学び始めた。16歳の時、2003年に公開された、マヌエル・マルティンク演歌監督の映画、ラ・フラケザ・デル・ボール・ジュビックで、長編映画デビュー。同映画で、2003年度、 ゴヤ賞の新人女優賞を受賞した。2005年、イタリアの作家、メリッサ・パナレロの著書を原作とした、スペイン、イタリア合作映画、メリッサ・ピーから青いつぼみに主演。同年、サン・セバスティアン国際映画祭で、スペイン映画における最も美しき顔に選ばれた。2008年、スペインのスリラー映画、ネイキッド・マン・ハンティングで、アルゼンチンの俳優、 レオナルド・スバラグリアと共演。2009年、1930年代のイングランドのボーディングスクールを舞台とするジョーダン・スコット監督のロマンティック映画、汚れなきジョージでエヴァ・グリーンと共演した。ありがとうございます。